キューグミのスイートゴーランドを見つけたので、プレイしていきたいと思います。今回も1000円チャレンジやっていきまーす。まず1回目。スイートゴーランドはね、結構慣れてるから、地球グミがあるところを積極的に狙っていきまーす。さあ、ここ狙うよー。入るか。あー、イチゴグミだったけど。まあ、イチゴグミも嬉しいね。あー、これなんかピンボールみたいになってるね。じゃあちょっと隣の台に移動しましょう。なんかね、釘の打ってある位置とかが微妙に違うから取りやすいとこがあるかもしんない。さあ、これを狙っていくよ。オッケー、来たー。タイミングはね、結構バッチシなので、あと入るか。うわー、これはね、離すタイミングはね、特に関係ないですね。さっきね、男の子がここで撮ってたんですよね。ここ撮れるかな。ここがね、救いやすいかつ、地球グミだけを狙っていける。そう。ほら、来た。2個。あ、2個はないか。ここの離すタイミングは、なかなかですね。さあ、これが、4つあるうちの最後ですね。さあ、どうだ。あ、イチゴ入る。あー、イチゴ入ったー。まあ、イチゴもいいけど。わー、結構難しいな。なんか、釘の位置がね、こっちの方がいけそうな気がする。わかんないけど、釘の位置だけ見ると。なんか、こっちはね、ど真ん中に釘が打ってあって、これがなんか若干いいような気がする。さあ、ここ狙っていくよ。もう、これはもう確定地球組でしょ。で、これが大体、イメージ、ここぐらいで押すと、はい、綺麗に救います。2個は取れないね、やっぱり。さあ、離すタイミング。あー、これむず。入るのか、これ。こっちがね、釘がちょっと左の位置にあるから、いけるんじゃないかなって個人的には思ってるんだけど。さあ、これね。これもいい位置で。救いやすい。オッケー、地球グミ。取りたい。取りたい。あ、惜しい。いや、これなかなか取れないな。ちょっと男の子が取った位置でやってみよう。これはね、釘がど真ん中なんだよね。さあ、行くよ。オッケー、地球グミを狙って。取れた。うわ、すごい。取った。ゲット。嬉しい。取れる。すごい。いつも1000円チャレンジマジで取れないから嬉しい。この位置いいのかな。さあ、これを狙っていきまーす。オッケー。結構地球グミ救いやすいのを狙って、入るか。2連続ゲット。やばい。嬉しい。1000円チャレンジで2個は初じゃない、地球グミ。うわー、まだ200円あるからね。取りたい。ここで取れるな、多分。ここいいね。来てる来てる。ここだ。サッカー来る。オッケー。危ない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 。ギリセーフ。かなり手前側に寄ってるけど、これはどう？動きが。あー、ラスト100円です。さあ、取れるのか。位置をちゃんと確認して、どれ狙うか決めました。ラスト、奇跡の3個。最後は確実に救えるとこで。さあ、このここが穴開いてるから、いくぞ。このタイミングで、まさかのサッカーボールだった。マジか。うわぁ。2個ゲットすることできました。これでも取れてる方なのに、1個500円。